出張中のカザフスタン、アロマティの中央駅にやってまいりました。ソビエト時代に建てられた駅だと思いますが、なんか共産的なこういう像がね、ありますね。とても綺麗な駅でした。人もたくさんおります。駅前には人もたくさんおります。ちょっと離れたところから見るとこんな感じです。振り返りますと山がね、綺麗に見えます。それから、これは何かの銅像ですね。何の銅像かは調べておりません。ごめんなさい。それから、はい、遠くには4000メートル級の山がそびえます。この向こう側はキリギスタンです。中に入りますと、電光掲示板。15時44分発、これがタルゴです。天井を見上げますと、装飾が見事です。とてもよく掃除されていて清潔な印象を持ちました。駅の中には旅館もあるみたいです。それでホームの方向を、こんな感じ。これからねホームに出てみたいと思います。入場券はいりませんでした。カザフスタン、ここでね、駅員さん、警察の方に声をかけられてビデオカメラを使うなど、でもスマートフォンで撮影するのは構わないとのことでした。アルマトイの象徴は、リンゴ、言葉、アルマトイという言葉がリンゴだそうで、リンゴをたくさん売ってます。それで私何も調べもせずに入ったんですが、なんとここで9時方向からタルゴがやってまいりました。私も持ってるかもしれませんね。本当にありがたいことです。タルゴが入線してまいりました。とても長い編成です。後で数えましたら28両ありました。推進回線、これは連結機が自連でバッファー付きです。後ろの方には何か EH10 的な、おそらくソビエト製の電気機関車が見えました。旅行者はたくさんおられます。タルゴ、一軸のね、車軸というか台車が車両の間についている、これがタルゴを引っ張るアルストム製の新しい電気機関車で、その向こう側にはソビエト製の古い電気機関車があります。永久連結的な感じですね。後でよく見てみましたら、自連で連結されていましたので永久ということではなさそうですが、永久連結的に運用されることが多いのだと思います。これからタルゴと電気機関車を連結、手前で一時停止。合図が出て再び動き出しました。とても慎重にやっておりますね。おお、とても上手、ね、とてもうまいですね。ほとんど、1両目には動揺は伝わったと思いますが、2両目以降はもしかしたらそれほど動揺は伝わっていなかったかもしれません。とても、技術の高い運転士さん、機関士さんだと思いました。連結が完了してドアが開いて客扱いを始めます。駅員さんが立って切符を、確認しております。これは食堂車ね。右側は厨房とバーになっておりまして、窓にね、お酒類が並んでおりますね。いいですね。ずらっと並んだお酒類。それで、その隣が、食堂になっております。土ぼっこりとかが多い土地柄でしょうから、窓はなかなかその綺麗にはずっとできないんでしょうけども、ちょっと、なかなか
日陰だからこっちの方が映りやすいかもしれません。こんな感じで、ね、ワイングラスがとお皿が並べてあります。中はとても綺麗な感じがしました。で、跨線橋を登っていまして、上からタルゴを眺めます。そして振り返ると山々があって、タルゴの最後尾、こちら側には煙もくもく、発電所でしょうかね。発車時刻が近づいてまいりまして、電源車の中、何か点検をしている方なんでしょうか。電源車の中に、作業員の方と思われる方が乗り込んできました。奥の方にはなんか貨物列車、長い貨物列車が通過中です。惜しかったですね。もうちょっと早く、来て機関車を見たかったです。でもこういうなんか雑多なですね、雑多な貨物列車というのは日本ではもうほとんど見かけなくなりましたから、とても貴重な存在だと思います。このレール幅はおそらくまだ調べてませんが、標準機1435ミリだと思われます。ホームが低いですから、ね、今女性の方が降りて、行かれましたが、ホームが低いですから、やはりレールの幅というのがとてもよく見えちゃうんですよね。おお、これで右側から青いソビエト的な機関車と、アルストム製の最新式と思われる機関車の並び、発車時刻が近づいてまいりました。これから発車です。ゆっくり引っ張り出します。大変な力が必要なんだと思います。当然ですがね、内田百賢先生が、これを重たい列車を引っ張り出す機関車のことを大変不思議がっておりましたね。内田百賢先生の方もお読みになると、その説が出てくると思います。土ぼこり、一軸の台車のこうジョイント音というのはとても軽やかでいいですね。後ろから7両目、8両目が食堂車とバーになっております。バーが近づいてきたところでカメラを切り返します。食堂車は編成の花。線路は割とよく整備されている感じがいたしました。コンプレッサーの音が響いております。振り返るとソビエト的な電気機関車 EH でしょうね。でこちらにも、後ろに客車を連結しています。これもおそらくこれは15時25分発の列車だと思われます。次回の動画では15時25分発のこの列車の発車風景を撮影した動画をご覧に入れたいと思います。ありがとうございました。ごきげんよう。